はい、どうも皆さん、初めての方ははじめまして、四季島と申します。はい、というわけで今回やっていくのはフォールアウト76で、今回はマームルレビューチャレンジですね。前回のね、マームルレビューの10連がすごく良かったので、さて今回は何が出るのやらと。はい、どうも。処刑人のテスラライフル。処刑人か。第2第3はともかくとして、処刑人のテスラライフル悪くないですね。処刑人か。処刑人ね、最近は本当にもう評価がうなぎ登りの処刑人で、テスラライフルですね。テスラライフルか。確かテスラライフルってそんなにね、元の数も多くなかったはずですね。まあとりあえずはちょっとやっ、改造してみましょう。まずはね、テスラライフルといったらね、だいたいクワッドがまあ、有名というかね、強いという話なんですよね。確かにね、私自身もねクワッドで運用してるんですけれども、テスラライフルって基本的に相談数何発でしたっけね。まあとりあえず改造していきましょう。さてさて、処刑人ね、これですね。まあまあまあ、とりあえずはサイトはリフレックスに変えときまして、で問題はバレルですね。バレル、さあ確かね、チャージ系はそこまで強くなかった気がしますね。DPS が相当低かった気がするんで、なのでセミオートかオートのどっちか、まあオートの方がいいかな。とりあえずオートにしておきましょう。まあこれぐらいしかないのか。そうか、モッドはこれだけか。では今回はこんな感じですね。ただそうですね、今ですね、とりあえずはパークの方でオートマチックライフルの、ダメージが 60% アップしてるんですけれども、確かですね、確か乗っかってるはず。パークが乗るんですよね、確かね、確か。とりあえずはどうかな。あ、減ってますね。確実に減ってるのでパークはやっぱり乗るんですね。じゃあとりあえずつけておきましょう。でこれでダメージが戻ったはず。戻りましたね。はい、では今回はこの処刑人のオートテスラライフルを使っていきたいと思います。はい、というわけで、早速イベントの方に来ました。とりあえずはですね、モールマイナーで試してみましょう。ボタン、おっと、他のプレイヤー来てくれましたね。本当にね、最近なんかこういうパブリックイベントって人来るようになりましたね。もうやっぱりみんな暇なんですね。でですね、確かですね、テスラライフルってね、相談数そんな多くなかったはずなんですよね。っていうか、なんかめっちゃ撃たれてんな。ちょっと試してみましょうか。やっぱり相談数少ないっちゃ少ないんですけど。あ、ダメージやっぱりいいですね。すごいな。160とか出てましたね。さすが処刑人ですね。悪くはないんですよね、多分ダメージに関してはね。ただ相談数の問題ですよね。相談数ね。ですね、実は、はい、今現在ちょっとバグですね、バグに、巻き込まれています。これね、鉱山の中に入ってくるとこうやってね、ちょっと入り口が塞がれてしまってますね。こんなバグあるんですね。ここでね、後ろ出口なんでね、ここ入れなくなってしまってますね。こんなバグあったんだ、初めて見ました。ここ閉じるようなね、ありましたっけね。最後脱出するときか、あの崩れてくる瓦礫がもう取り除かれてないわけですね。そりゃハテナマークも出しますよ。まあしょうがないので、もう別のとこに行きますね。はい、というわけで、バグにも負けず
ブーマーのね次元爆弾回収のイベントに来ました。まあね、ほんとバグネーム、ほんと消えないですね。もう諦めましょうねえ、もうどんどん行きましょう。バレエガレリアですね。ここ来んのも久々ですね。いや、デイリーオフィスではね、よく中身にはね、来るんですけれども、外からこうやって入るのは結構久々ですね。そうそうね、ほんとバグも多いですね。もう最近もね、本当に敵がリスポーンしないやつですか。あれね、結構ね、動画撮影者としては結構困るバグなんですよね。標的がいないからね。早急に直してほしいもんですね。ここ最近ね、なんかこう大きなバグというとね、そんなになかったじゃないですか。ね、こうワールド全体に関与するようなバグがね。ただ今回のね、リスポーンバグは本当にちょっとね、困ってるんで、早めに直してほしいところ。ここにもね、ちょっと敵が湧いていない可能性がありますね。取れない。取れた。よし。いましたね。よかった。55で終わりか。これね、これまでの、レジェンダリーの不具合の経験から言うと、多分ね、40% 切ったら、一回タップ打ちにしないとダメージが出ないってやつですね。50ちょい。60か。30半ばから60半ばに増えますね。36。72。2倍か。2倍になってますね。処刑人って確か 50% アップのはずなんですけれども、攻撃力が2倍になってますね。攻撃力というかダメージか。いつぞやの方でね、紹介した処刑人のハンドメイドの方でも似たようなね、現象が起きてましたからね。不具合なんでしょうかね。このダメージが2倍になるっていうのはね。もう早速終わってしまいましたね。はい。というわけで、シープスカッチのイベントに来ました。このシープスカッチのね、イベントやるの私、ほんと久々ですね。なんかね、私がインしてる間、全然起きなくってね。本当に久々です。なんか、たくさんもう人が来てますね。これです。よし。あ、もうなんかもうたくさん人来てますね。相当来てるな。集まりがいい。パーティーの人たちなんでしょうかね。まあいいや。とりあえずやっていきましょう。そうですね。今のところですね。そう、処刑人のね、テスラライフルに関する感想としては、やっぱり相談数がね、ネックですよね。すぐにね、連射速度も速いから打ち切っちゃうんですよね。あとはそうですね。意外と、ダメージの方もね、そんなにないんですよね。狼さんが来るはず。あ、来ましたね。おっと、レジェンダリーがいますね。これで、よし、唾つけておきます。なのでね、こういう、集団戦ですか。集団戦ならば、それなりにね、まあ、総合的なダメージは出るんですけれども、ちょっとした大きな敵ですか。スーパーミュータントとか、そういったね、ちょっとした中型の敵に対してだとそこまでね、いいと言えるようなダメージではないんですね。なのでね、処刑人が生きてくるとは思ったんですけど、そうでもないような気がするな。元の数字がね、小さいので 50% アップしたところでというのもありますし、現状ね、なぜか2倍のダメージが出てるんですけれども、それでもやっぱりね、2倍、これ多分不具合だとは思うんですけどね。もし修正された場合、50% ですか、処刑人でね。ちょっとね、威力が不足するかなとは思うんですよね。あとやっぱり連射速度が速くて、まあ威力が少ないということもあって、大量のね、弾丸をあっという間に使ってしまいます。で、リロードを挟むんですけれども、そのリロードもね、結構遅いんですよね。まあ、そのあたりがちょっと使いづらいかな、
処刑人がついてもっていうのがありますね、うん、なんかね、ヤオグアイが、あ、いましたね。今チラッと見ましたね。ヤオグアイがスポーンしないなーなんて思ってたんですけど、と思ったらもうスポーンしてたか。とりあえず、ツバつけておきます。で、あとはブロートフライですね。ああいうね、ザコチラ、あーっと、火力自慢マンがいますね。ちょっと火力、こんな集団で火力自慢マンはちょっと勘弁してやってくださいよ。こんな集団戦なのにね、火力自慢マンがいたらね、全員が全員もらえるわけじゃなくなっちゃうね。もう勘弁してあげてほしいですね。で、肝心の私は、ああ、一応、ツバつけといたんで、なんとかなりましたか。はい。というわけで、今回は、処刑人のオートテスラライフルを使ってみました。そうですね。もう、端的に感想を述べますと、帯に短し、タスキに流し、といったところでしょうね。中型以上の敵に対しては、威力が低い。で、小型のザコチラシとしては、威力が高すぎる。といった感じですね。処刑人がね、現在ちょっといくつかの不具合がね、あるんでね。ワントリガーで 40% 切っても処刑人が乗らないとかね。あとはダメージが2倍出てるのも多分これ不具合だと思うんですけどね。まあ、ちょっとそういった不安定もあるんですけれども。まあ、使えないわけではないんですよ。全くね。使えないわけではないんですけれども、ちょっと、もうちょっと便利なクワッドの方がやっぱりいいかなっていう感想ですね。処刑人自体は悪くはないんですけどね。相性があんまり良くないのかなと思いました。まあ、こんなところでしょうかね。難しいんですよねテスラライフルね、評価するのね。まあいいや。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは、四季島でした。